ともしても行くのか。約束したのよ。必ず会いに行くって。行けば二度と戻ってこられないんだぞ。ありがとう。千代子さん。もう一度あなたを追いかけてみることにします。私の名は立花玄也。千代子さんの影を追うように私は走る。千年女優という作品の流れを知るたびに、98年の春に書かれた一枚のプロット、すべてはこのたった2行のアイデアから始まったという。その出発点とは。千年女優がということではなくてね、パーフェクトブルーの次の作品ということで、マキさんというプロデューサーが、なんか作ろうと、とにかく一緒に何かを作ろうと。で、漠然とね、何かと言われてもあれだったんで、パーフェクトブルーが、まあ、気に入ってくれて、まあ、パーフェクトブルーみたいなものをやりましょうという、まあ、話をしたんですね。で、その監督がそのみたいなものは何という問いかけに関して、実はとっさに出た言葉なんですけども、騙し絵という、まあ、言葉を使って、で、騙し絵っていうのはその見る角度によって、まあ、さまざま違うし、それから一辺こういう角度からも違う表情があるんだなと思った後に見直すとまた違う表情が出てくるっていう、で、まあ、そういうところが面白いんで、まあ、パーフェクトブルーみたいな、サスペンスというタッチにしなくてもいいので、その部分、騙し絵の部分だけは、なんか核としてやりましょうと。あんまり企画を温めるっていうことをしないんで、では騙し絵のような話っていうふうに聞いた時から考えるんですよで、いくつか、こう考えてね、男の子を主人公にした SF やら、ボケたばあさんの一代記だとかね、そういうのが本当にこうちょっとこう、メモがありまして、でどれにしようかというと功労からですね。だからいい加減っちゃいい加減なんですけど千代子さんの過ごした時代、その流れを描くにはさまざまな方向性が模索されたようだ。オリジナル作品ということで、とにかく話し合いながら具体的なところを作っていかなくちゃいけないというところで、まず村井さんの方でプロットを出してきてもらうと、いやこういうのじゃないんじゃないかなっていうのがこっちも明確に書いてもらうことで明確になる、いやこういうことなんじゃないかなって返してまた話をして、村井さんの方に、リライトしてもらって、でそのキャッチボールやりながらね、こっちの時代じゃなくてこっちなんじゃないか、こういうシーンじゃなくてこうなんじゃないかっていうふうなことをやっていくんだけれども、それがフィックスしないと。時代設定とかっていうのは大雑把にプロットの段階でも、戦国時代から最初はそうですね、義経とかの平安時代ぐらいまで行こうかっていう話もあったんですけど、まあ一応戦国時代から未来の、まあ宇宙時代もまあ400年ぐらいで、だから合計1000年にしようよっていう大雑把なのはできてた。だけどもその間でどの時代を選ぶかっていうのは全く
恣意的で OK なわけで、じゃあ逆に言うとどこを取ってもいいのか悪いのか誰が判断するのかっていうところが一番難しかったわけです。時代の選択もさることながら、往年の大女優である千代子さんにどんなオマージュが。あんまり私にとってはですね、コンサート志向人にとっては女優っていうのはあまり重要じゃなかったんですよ。いろんなその時代を出すのにね、劇中劇っていう方法論しか思い浮かばなかったんで、じゃあ女優だという程度でね、その日本の映画史とかね、そういった部分っていうのはあんまり意識にはなかったんですよ。でその辺でプロットを練っていくその打ち合わせの中で、村井さんの方が、どうせだったらね、そういう日本映画史みたいなイメージをも重ねた方が面白いんじゃないかと。千年の歴史もあれば、リアルタイムの、そうですね、日本の昭和史もある。それにさらに千代子の人生と映画100年の日本の映画100年の歴史を全部詰め込みたいです。その中で、千代子っていうものが語りの中では狂言回しで出てくるんだけれども、それが、千代子の中にその歴史の重みみたいなものが肉付けされてて表現されていった部分があるんですよ。日本の歴史の中で例えば戦前のある時期、非常に海外志向があった、大陸なんかへの志向があって、その辺りではすごくバイタリティに富んでる時代があったんですね。でそれが千代子の若い時代の夢見がちな年頃の活力と非常にマッチしてる。でそれが第二次大戦っていういわゆる挫折の時期が千代子の青春の挫折みたいなものと重なって、でその後の戦後の割とベタな生活力みたいなものが芽生えてくる時期で、それが非常に千代子の人生とリンクしてくれたんですね。より一層深みのあるものになり始めた、なおかつ取材が大変になったと取材といえばこの時期、監督のもとにテレビの取材クルーが偶然にも訪れた。ちょうど立花と井田 の、 その撮影クルーの持ってるものとかね、ベーカムとかですね、どうやってそのライトを置くんだろうとかね、そういうのを見たかった、ちょうど見たかった時期に向こうから取材がやってくると、しめしめと、それは二つ返事でもそれは引き受けまして、取材していただいたと同時にこっちが取材させてもらったと。で本編出てくるその井田っていうね、カメラマンでこう長髪で眼鏡かけてっていうのを、きっとこうだろうと私が書いたのとまさにそのイメージを体現した人がその撮影クルーの、ね、ライトを持っているわけですよ。あ、井田だでそういうこう巡り合わせみたいなのが嬉しいの、単純に嬉しいのもあるし、そういうふうなこう巡り合わせが来ない作品はうまくいかないんですよ。でそれは話を作っている時にも、実際の絵を描く作業をしている時にも、そういった、意味のある偶然の一致みたいなものがたくさん起こってくる作品は良くなると思ってますね。偶然もまた必然とでも言うか。しかし幸運の後に待っていたのは様々な時代を描くための苦労、資料やロケハンに追われる日々だった。実はね、ロケハン仕様のない作品なんですよ。戦国時代を見に行こうっていうわけにもいかないんでね。でせめてまあ時代の気分とかね、ロケハンの一番大事なのって気分だと思うんですよ。でディティール、写真を撮ってね、そのディティールを画面に反映させるっていうのはもちろん、実作業の上ですごく、役立つことではあるんですけれども、それよりもやっぱりそういった作品の舞台に近い場所に行って歩き回る、でその中で何を考えるかっていうのが一番大事なんじゃないかと私は思っておりまして、冒頭千代子の
宇宙を訪ねていくシーンでね、小さなトンネルのような岩盤をくり抜いたようなところが出てくるんですけど、あれは実際に鎌倉にロケに行った時に本当に全くほぼ同じような場所を見つけて、使おうと。で、それを見ることによって、まあ、周りには竹がやっぱりあったりして、これはぜひ竹林で、じゃあこのトンネルで、じゃあトンネルを通るっていうことに何がしかの形上のね意味がこれは感じられるのではないかっていうところで、勝手にその自分で解釈を含めていくっていうか、ね、イメージを広げていく、広げるだけじゃなくて深めていくっていう、そういう自分の気分を作るっていう方が大きいんじゃないかと思いますね。うん、私の経験から言わせてもらえば、時代時代の風物道具などもロケ班の重要な要素の一つですな。京都の太秦で実際にその甲冑とか自分で着たんですけど、あれはその資料というかその取材として着るっていうよりまず着たいっていう。ああ着てみたいっていう欲求があって、その着てみたい欲求と資料的価値っていうのがこう合致して、成り立っていると。ただでさえ触れないものばかりじゃないですか、出てくるものがね。で、映画の小道具のそういう倉庫を見せてもらって、バカな話をしながらかぶってみたりしてね、持ってみたりね。で、見かけ上はほとんど冗談というかふざけてるようにしか見えないんですけど、そういう部分から得られる感触がね、やっぱり大事だったかなと思いますね。そうした資料やロケ班の成果によって描かれた美術の数々、さまざまな時代を描いた美術監督に話を聞いてみた。だから時代が飛ぶことは飛ぶんですけども、これは別にそういう意味での電気映画ではない、リアルなこう時代を本当に追っているわけではなくて、例えば映画の中で出てくる時代だから、その一番おいしいところを持って行ってもらう。例えば江戸時代が出てきたら、その江戸時代の中で一番この絵になるところ、まあ、そういう意味ではやっぱりだから京都とかがああして舞台になってくるわけですが、また戦後だったらああやって空襲のこう何もないガラーンとしたところを美味しいところだけいただいていく、ちゃんとなんていうか設定を詰めていったら、もしかしたらそれは嘘になるのかもしれないんだけども、そういうところはもうすっぱり切り取っちゃっていいところだけをもらっていこうということですよね。それそのものみたいなこう資料がもしあったとすると、かえって囚われてしまうところがあって、それよりももっとねらしいものだけを集めてきて、風景を作った方が実は映画の場合はね力があるんじゃないかなと。で、特に宣伝女優みたいにその一つの時代をじっくり描くんじゃなくて、カタログ的に通過していくわけですから、よりその一つの画面の中に、エッセンスが詰まってる方が面白いとは思ったんでね。だからギリギリまで設定というのは詰めていくんですけども、詰めていった上でそこで嘘をつくということになりますよね。本当のことばっかり書いてては絵にはならないということになると思います。ロケ班を重ねてもわからないことは数多くある。過去の時代を描くにはいろいろと苦労があったようだ。幕末の写真集とか、まあこう出てると、まあそれ参考に変えますよね。それは当然白黒で、じゃあそれどういう色だったんだっていうのは、それも探りようがないんですよね。じゃあもう白黒であると、逆に、白黒にして千代子にとって印象的なものだけを色をつけると、昔の写真の人工着色です、あれの、主観版みたいな、それこそ、いや色鮮やかな思い出って言うじゃないかと。その時は色鮮やかに覚えてて、そうでない時は白黒に近くみたいなコンセプトであると。ある意味
カラーの資料がないという制限ですよね。制限があるから生まれてくる発想で、じゃあ過去をそういうふうにするんであれば、じゃあ現在はどうしましょうっていう演出として生まれてくると思うんですね。もうずっとお友達。では千代子さんの住んでおられるこの山荘はどんなイメージで？主人公は何年もそういうふうに映画の世界を生き抜いてきて、今はもう隠遁してるけども、だから何その部屋にもそういうなんていうかな、歴史を感じさせる部屋ですよね。こう軽いもんではなくて、だから年輪を感じさせるということでしょうか。圭さんの方には特にその年輪、木目ですね、木目は出してくれと。でそれも軽いんじゃダメだと、重厚なんだと。でそれはだからつまりその千代子という人が過ごしてきた年輪なわけです。だから普通だったらちょっとうるさくなるってぐらいまでちょっと浮かしてるんですね。うまくいかなきゃパソコンで貼ろうって言ってたぐらいですから。例えば千代子の山荘に出てくる重厚な木目とね、戦国のその城の中で出てくるおどろおどろしい木目であるとかね、そういうなんかシーンによっていろんな木目も表情を出してますんでね、そういうところを見てくれると、千年女優を見る上でね、背景の美術背景を見る楽しみっていうのは大きくなると思いますね。少女時代から現代まで千代子さんは美しい。その美しさを生み出したキャラクターデザインの方に話を聞いた。前にコンさんのパーフェクトブルーで一度原画やらせてもらったことがあったんで、大体好みはこんな感じなんだろうなという、その辺のところで自分のテイストも少し入れながらやったんですけど。本田くんってちょっと言いにくいんですけど、現場では師匠という、呼び名で通ってるんで師匠って呼ばせてもらうんですけど、師匠にキャラクターデザインおよび作家を頼むっていうのは千年女優だからっていうことでもなかったんですよ実は。次に作るんなら本田くんっていう師匠っていうのがもう先にあってたんですよね。で魅力はやっぱり弾力なんですよ。何かこうほっぺたにちゃんと弾力がありそうな感じがするとかね、二の腕を押すとなんか弾力がありそうな感じがするとか、そういうなんかこう魅力なんですよね。弾けるような何か、特に若い時の千代子はね、やっぱり本田師匠の絵の魅力が一番出てるなと思いますね。最初は15歳代の千代子を描いてたんですけど、だから作業段階ではまだそれしか作ってなかったんですよ。なかなか絵で描いたものを成長させるということができなくて、自分の中でやっていくうちに髪型も変わってくるし、そういうところでうまく表現できたんじゃないかなと思います。女の子を、可愛く描けて、なおかつ上品であるっていうのがやっぱりその師匠の魅力だと思うんでね、あんな風にこう老千代子を可愛いおばあさんに描いてくれたっていうのはもう本当に成功でしたね。あれが出てきて大丈夫と本当に自信は持ちましたね。千年女優の大きなポイントである千代子さんの走るシーン、この作画のためにある試みがなされた。監督の知り合いである女性にお願いして参考用のビデオを撮影したのだ。まず走ったらどうなんだというものを見ておきたいなと思いまして、実際に走ってもらったと。もちろんそれ参考のビデオとして各原画マンにも渡して、各自そこから何かヒントを得たかもしれないですが、別に走ってもらったビデオをトレースするとかね、そういうことではないんで、
ちょっと疑ってみようと、今までやってきた当たり前っていうのを疑うためにそのやったんで、ね、やっぱりそれだけのものはあったと思いますね。その成果のほどはこの駅へと走る千代子さんのシーンからも十分伺い知れる。普段あまりその走りがどうだろうかとかっていうのは振り返ることがあまりない、大体慣れて書いてしまうのでそういうことがなかったんですが、実際そういう実際に女の子が走る映像を見たりして、その辺は新たに勉強し直したようなところはありますけど、いわゆるその画面本編では女の子走りっていうんですかね、これはその迷ったんです。いや、そのメインスタッフと実は本田君とも相談せずに、僕が勝手に女の子走り、まあ、監督には相談したかもしれない、女の子走りでいいよねっていう、その時代性っていうんですかね、当時の昭和初期ぐらい、僕らが子供の時ぐらいまで女性ってやっぱこんな風に走ってたような気がするんですよね。そういうそのなんか当時の雰囲気も出るかなと思って、あとその育ちのいいお嬢さんっていうことが設定的にね、そのお嬢さんらしさが出るかなと思って、そのいわゆる女の子走りですねをやってみたんですね。あそこの千代子が可憐じゃないといかんと、最初にまあまとまって走るとこですし、でも本当に出来上がった、まあ、原画からもちろん見てましたけど、原画も出来上がったフィルムも、ね、本当に素晴らしいなと、私も随分参考にさせていただきました。華麗な千代子さんが印象的なこのシーン、監督の狙いを聞いてみよう。私はもうシナリオの段階からああいう画面を狙っていまして、なおかつそこにはこういう平沢さんの曲がかかるっていうぐらいのイメージとしてものすごく強くあって、で大変になることも見えてたんだけれども、どうしてもやりたいと、でそれをお願いするのはもう浜松さんしかないだろうと。浜松さんはもうパーフェクトブルーの時に作画監督キャラデザイン等をお願いして、本当にお世話になって、本当にあんなに横に長い画面をこうスクロールしていくようなね、大変なシーンだったんですけど、千年女優っていう映画の中に私は一番好きなシーンなんですよ。どっかでこう真面目な血をこうを書いていながら、なんかどっかふざけてるところがあると、でそれも大真面目にふざけてるから素晴らしくなったんじゃないかなと。だからあれもし DVD でね細かく止めて見られる方がいらっしゃったら、あの背景に書いてあるモブのキャラクターとかね、そういういろんなものもこう楽しんでもらえるといいんじゃないかなと。浜松さんはなんかこう錦絵みたいにしたいったら、いろいろなんか資料を見てね、モブのキャラクターも全部そういう絵でこう描いてくれているんで、そういうところも楽しんでいただけるといいなと。千代子さん、危ない！撮影所での事故、あの時は大変だったな。であそこは本当にね、あんまり自信がなかったんですよ、私の中でね。お話としてどうしても必要だし、間違ってるわけじゃないんだけれども、じゃあそれを絵にしていくときにどういうイメージを乗せてね、厚みを持たせるんだったときに、どうもこうスカスカだなっていうのはあったんですよ。それでまあ小西さんに引き受けていただいて、上がってきた原画を見たらね、びっくりするぐらい原野なんですよ。地震が来て慌てて、あっていう、そのカットを見た時に、あ、大丈夫だと。その芝居の魅力っていうかね、掴む力ですね、キャラクターを掴む、でそれを動きに反映させる力がとても高い人なんだなと。
思いまして、で、あのシーンはだから割と自信がなかった割に出来上がってみるとすごく効果のある、なおかつ見応えのあるねシーンになったんじゃないかなと思います。千代子さんの山荘、お渡ししようにも送り先も分からずこうして持参した次第です。はい、私にとっても思い出深いシーンだ。印象的だったのは、あの古谷君が、僕地味なシーンが好きなんですよで、めったに会ったことないんですけど、そういう人は。で、彼がその映画とか、まあ、アニメーションとか見ててもそういう何でもなくこう地味な部分が豊かにできてるとものすごく豊かな感じがするというふうに感じられるセンスで、要するにしょうがなく担当してるんじゃなくてそういうシーンを好んでこう持ってくれてるっていう豊かさがやっぱり作品にも出てると思うんですよ。小さな芝居っていうのはこう積み重ねていかないとその人に何かを伝えるっていうふうなものにはなかなかなってこないものなんですね。そこのこう隙間の部分をきちっと埋めていくっていう作業が僕には合ってる風に感じられるんですね。それで好きなんです。あんな風に豊かになるもんだとはやっぱり私自身も思ってなかったんでね。制限して動かすしても成立しうるであろうと、そういう風に作ってたシーンがね、コンテからもちろんその演出意図から逸脱しない範囲で豊かに動かしてもらえるっていうのはなんて贅沢だろうと思いましたね。あのスタッフワークの一番の面白さっていうのは自分からは出てこないであろう面白いアイデアが見られた時が一番ですよね。新しいアイデア、それが最も生かされたのは絵コンテを映画の尺に合わせて順番につなげ仮のアフレコや音楽をつけた絵コンテビデオを作ったことだろう。作業的に言うとですね、まず作品の全体像っていうのが流れとしてまずビジュアルで分かりますよね。でなおかつ音響さんとの連携っていうところで一番役に立ったんじゃないかなと思いますね。音響っていうのはその声優さんのキャスティングから芝居の解釈、あと音楽含めてですね、仮アフレコしてもらったっていうのも贅沢なんですけど、そこにまあ既存の曲からイメージに近いものを、音楽として貼り付けてね、一本通すとほとんどなんか映画のイメージはつかめるんですよ。で要するにお互い、まあ、この場合音響監督の美馬さんとねイメージをまず共有しておいて、じゃあ、こっちの方がよりいいとかね、もう少しこうしようっていうその基準になる点ですよね。それが見えてるか見えてないかではえらい違いなんで、 あると当たり前になってることが実はあれがなかったらえらいことになってたんじゃないかとかね。だから特に音の方が大きかったかなと思いますね。おや監督、いつの間にそんなところへ。ところで立花さん、おお、アフレコ中ですか。あ、いかん、私黙ってます。地震にはよくよく縁があるのかしら。だってね、実は私地震と一緒に生まれてきたのよ。中国一緒にいる男、はいはい、もうちょっと情けない感じってか。姫、長野の神玄右衛門にございます。で、いつからやねん。拙者命に代えても姫様をお助け申しますぞ。姫は殿の元を離れませぬ。あ、社長、あらら、監督、随分と楽しそうですね。
アフレコをするした時のそのフィルムの状態も今回は良くてかなり色ついてたんで、本番に近いフィルムの状態で、アフレコができて、そうすると目の前でどんどん映画ができていくわけですよ。まあ、もちろん音響、あの効果音とか、音楽がついていないにしても本当に、あ、千代子が、音が揃って千代子になったみたいな、ね、そういうのが目の前でどんどん出来上がっていく面白さ、あるいはそのやり取り、立花にしろ、井田にしろ、英子にしろ、その他多くの人たちの声が吹き込まれて、どんどんその出来上がっていくことをただ楽しめたと。では千代子さんの役をやられた方々に話を聞いてみるとしますか。役者のお仕事をしていて夢の一つだったんですね、あの映画っていうのが。それで、まあ、実際アニメーションでオーディションで決まったんですけれども、うん、オーディションを受けた時点でもうすごくやりたいと思っていた作品なのですごく嬉しいし、なおかつその劇中で自分が映画に出演しているっていうのがまたすごく嬉しいんですよ。なのでもう本当に千代子になりたいと思います。見てるうちにその千代子という人間を通してこの日本映画界に対する愛を、監督の愛、例えばずっと映画を作ってきた人間にとって、あと映画を愛してきた人間にとってすごい渋いいい作品じゃないかなと思うんですよ。で、千代子という人間が追い求める影の男っていうのは実は監督にとっては映画そのものなのかなと思うぐらいにすごく映画に対しての思いが強い作品だと思いますね。まあ、私はあの人ほどその華やかなところは ところにいたわけではないのですけれども、でもとにかく今まだ現在夢をそれこそ追い続けてまだ一花も二花も咲かせたいと思っているものですから、その気持ちは多分同じだろうと思うので、そんな感じでもって演じられるかどうか分かりませんがやったんですけれども、うん、いい意味でまっすぐな方なんだっていうイメージですね。物を考え始めちゃうとやっぱりその対比で出てくる英子とかっていうのは物を考えそうなんでね、いろいろ画策したりとかで、そうじゃないだろうと天然なんだと千代子はそれもいい意味で出てたと思いますね。どこか懐かしい響きを感じる千年女優の音楽、それを作り上げたのは20年以上のキャリアを持つ平沢進。熱烈なファンである監督の希望で今回のコラボレーションが実現したという。まあ、あの監督が強く希望して平沢を指名されたということで、私の方に話が出てきたわけです。それは平沢さんの音楽で映画を作りたいっていうのは、ずいぶん前から持ってたんでね、2本目で実現するとは思わなかったみたいな、意外と、まあ、簡単にっつっちゃあれ悪いんですけど、願ってれば叶うこともあるんだなと。千年女優のサントラと並行して作られたソロアルバム賢者のプロペラ、テーマ曲であるロタティオンは双方のアルバムに入っており、この2枚は表裏をなす関係になっている。以前からループとかね、それから、反復とかっていうものがあの僕の作品の題材の中に含まれてきたんですけども、で今回賢者のプロペラの時にはですね、ちょうどあのミャンマー錬金術に系統っていうか、ミャンマー錬金術に刺激を受けて作品を作ろうと思っていたんですよ。でその中にその錬金術の、物が生成されていく過程にロタティオンっていう概念があったんですね。でそれがその、
ある、一つの周期がさらに何回も同じ周期が何回も何回も繰り返されていくっていう考え方なんですけども、それがもう千年女優のループなり、あるいはその入れ子構造を持った反復みたいなものと一致して、ちょうどね偶然一致していて、でじゃあまずそのロタティオンというアイデアを一つの曲に仕上げて、それを両方の共通の音楽ということにするという作業があったわけです。音楽っていわゆる劇場ってつまらないと思ってるんですよ。なんかこう絵に寄り添われすぎてもいけない、だからといって音楽が独立してあってもやかましいだけだと。ただ音楽は音楽として成立している、映像は映像として成立している、それのハーモニーであったりユニゾンであったりっていうことだと思うんでね、そういうところで平沢さんの音楽っていうのはこっちが想定しているもやや派手めなところで来てくれたんで、使った時にそのちょっとフィルムだけで見た時に地味かなと思ってたのが全く気にならないという言い方は変ですね、いい面を引き出してもらってる感じはしましたね。2001年初頭、ついに千年女優完成。そして千代子さんは世界へと駆け出していった。千年女優は各国の映画祭を駆け巡り、数々の賞を受賞、熱狂的な歓迎を受けた。さまざまなメディアに取り上げられ話題を集める中、2002年9月、ついに日本での公開。上映を待ち焦がれていたファンの拍手が会場に響いた。まず舞台挨拶に行ったんですけれども、たくさんの方がいらっしゃってくれて、それを楽しみに皆さん見に来ていらっしゃるんだなって思って、とっても感激しました。で、作品自体も公開を待っていた一ファンの一人として自分もとってもワクワクしていたんで、嬉しかったですね。すっごく嬉しかったです。はい。あの中に老婆が出てきて、その老婆になっちゃった海なんていうのかしら、おばあさんが出てきますよね。おばあさんは多分千代子さんの死後の、ずっとずっと死後の人だろうと思うんですけれども、私もそれと同じで、まるで千代子さんを声だけしかやってませんのにね、生み出した人のような気持ちで、要するに母親のような、あの老婆のようなあれでもってね、愛おしくて愛おしくて、あの作品が。だから千年女優は随分見ました。まず、新宿でもって先に終わってしまうんです。その次は、渋谷で終わってしまうんですね、っていうふうに追っかけてね、随分見ました。実はいや、渋い作品だなと思いますね。すごく大切に、私自身のなんかなんて言うんでしょう、宝物っていうのかな、そういう大切にしていきたい作品だなと思います。すごく恵まれて育った子だなっていう感じがするんですね。例えば今のアニメーション業界の中で、例えばまあそんなに大きな予算じゃないとは言っても、オリジナルで劇場用を作れるとか、こっちで想定してた以上の原画スタッフや背景スタッフが参加してくれたとか、もう最初から本出しようっていうのは頭にあって、まあ、彼が引き受けてくれたこととかね、
平沢さんに音楽が頼めたとか、いろんなそういう状況、自分のアイデアもよく出てきたなとか、いろんな状況を踏まえて本当になんかこう、いい状況の中でね、作れたなと思ってるんで、本当に運のいい子なんじゃないかと。体験するような映画か。私も千年女優を追いかけてみて、千代子さんの存在を身近に感じられたような気がする。千代子さん、たとえ目の前にいなくても、私の中にあなたは確かに息づいている。ありがとう。